せっかく作ってきたこの国をね、譲り渡すというね。しかも、シャテル姫という大国主の娘を妻にめとるんですね。相当な距離をこう殴られながら行くわけですけれどもね。アマテラス大御神に譲り渡すということになるんですが、いやー、日本神話って本当に面白い。全国のご主人人の皆さん、こんにちは。えのきジョージ、改めえのきジョージです。前回の動画から名前の表記が変わりましたが、皆さん覚えていただけましたでしょうか。早く定着してくれるといいんですけれどもね。それにしてももう4月ですね。あっという間ですね。もうちょっと早く更新したかったんですけれどもね。今回も作画がとてもいっぱいありまして頑張りました。さて、今回の動画はですね、前回までは、スクナビコナの神と共に、このね、熱い友情でもって国づくりをやってきた大国主でしたが、この先、一体、どんな風になっていくんでしょうね。大国主神話も、今回がクライマックスです。それではご覧ください。どうぞ。えのき城主の海運ぐるぐるチューブ。どうも、アマテラスです。ここでは、えのき城主が日本神話、皆さんが大好きな神社仏閣、そして御朱印のご紹介などをしています。最後までお楽しみください。日本の国づくりを成し遂げた大国主の神は、かつては大名討ちの命と呼ばれ、心優しい青年の神でした。しかし義理の兄たち八十神の執拗で残酷な扱いを受け続け、その命すら何度も奪われてしまいます。大名討ちはその暴挙から逃れるため、根の片す国のスサノオの御事のもとへと行きますが、そこでも数々の試練を受け、身も心も鍛えられた大名討ちはスサノオの愛娘スセリ姫を正妻に迎え、その名も大国主と改め、国づくりに励むことを決意します。国を広げるために多くの妻をめとる大国主でしたが、その国づくりを小さな神スクナビコナの神と共にやり進めます。しかし最終的には自らの叫び玉くしみ玉である大物主と共に芦原の中津国を平定し、国づくりを成し遂げたのでした。大国主様、これでこの国も安泰ですな。私たちまでこのようなところに招いていただけるなんて、ありがとうよ。よし、皆の者、宴じゃ宴じゃ。ああ、みんな楽しむがいい。大国主は見事国を作り上げ、出雲の国は日々大変なにぎわいを見せていました。そして諸国からも多くの貢ぎ物が贈られ、民たちからも熱い崇敬を集めていました。そんな平和な毎日を民と共に過ごしていた大国主でしたが、一方高間ヶ原では、どうやら芦原の中津国も豊かな国に出来上がったようですね、高見結びの神。そうですな。雨の穂妃をこちらへ。は、アマテラス様。雨の穂妃の神とは、アマテラス大神とスサノオの御事との受け入れで生まれた五男三女の一柱、つまりアマテラス大神の息子神であります。お呼びですか、母上。お前はこれより芦原の中津国へ行き、その様子を見てきなさい。わかりました、母上。これは高間ヶ原より芦原の中津国への最初の使者であり、豊かになった国を譲るようにという交渉のための派遣でした。ここが出雲か。母上にいいご報告ができるように頑張らなくては。これはこれは、遠路はるばる高間ヶ原から。あ、この度はこの国をですね。まあ、まずは旅の疲れを癒してください。あ、いや、母、アマテラスも。さあ、みんな、お客様をもてなそう。いや、私は。国を譲るように交渉に来た雨の穂妃は、この華やかな接待を毎日のように受け続け、いつの間にか3年もの月日が経っていました。あ、楽しい。出雲、最高。ルルルルバーン。その頃高間ヶ原では、地上に派遣したきり雨の穂妃が3年もの間帰らないことについて、これはどうしたものかと神々で話し合った結果、
次の使者を送ることとなりました。あれの若彦、先に派遣したホヒが帰らないゆえ、お前に国づりの交渉を任せます。この雨のマカコユミと雨の母屋を持って行き、役立てなさい。は、かしこまりました、アマテラス様。これはこれは遠路はるばる、高間ヶ原から。これは遠路はるばる、高間ヶ原から。あ、ホヒ殿、あんたここで。若彦、まずは旅の疲れを癒しなさいな。な、何を言ってるんですか。まあまあ、今日は歓迎の宴を開きます。存分に楽しんでください。いや、ですが、私はアマテラス様の。それじゃあ私の娘をご紹介しましょう。シャテル、若彦さんのお相手をしなさい。はい、父上。よ、私が相手をしてやる。楽しみな。なんて美しいんだ。あの、ビビビと来ちゃいました。あ、なんだそりゃ。こうして雨の若彦も出雲に留まってしまいました。しかも、ねえねえ、大国主の娘、シタテル姫を妻にし、8年もの間、はいはい、高間ヶ原へは頼りの一つも出さずに。そんなある日、雨の若彦の家の屋根の上に1羽のキジが飛んできて、大きな声で泣き始めるのでした。うるせえキジだな。何なんだよ、まったく。いや、ちょっと待てよ。これはもしや何かの知らせなのかと思い始めましたが、そこへ雨のサグメという名の女神が現れ、うわ、びっくりした。なんだ、サグメか。この鳥の鳴き声は不吉です。いつまでも泣かれていては災いが起きるでしょう。なに、ではこの矢を打ち込んでくれる。雨の若彦はアマテラスより渡された雨の若子弓で雨の母矢をキジめがけ打ち込みました。この雨の若彦が射抜いたキジとはキギシの七鬼目といい、高間ヶ原よりの使いで雨の若彦に早く使命を果たすよう促しに来ていたのでした。放った矢は七鬼目を貫き、高間ヶ原のアマテラスと高見結びのところまで飛んでいきました。うん、これは若彦に与えた雨の母矢、矢尻に血がついている。なぜこれが。若彦が使命に背かず悪い神を射抜いて飛んできたのならよいが、もし使命に背き横島な心があるのなら、この矢は若彦に当たるだろう。そう言って高見結びはその矢を地上へと投げ落としました。そしてその矢は家で寝ていた雨の若彦の胸を貫き、その命を奪うのでした。度重なる派遣に失敗し、高間ヶ原ではまた神々が集まり、次は誰を出雲へ送り込もうかという話し合いとなります。そこで選ばれたのが、どの神よりも力も心も強いという竹三日槌の尾の神です。その頃出雲では、お国主殿、毎日平和ですな。本当に素晴らしい国をあなたが作られた。もうどこまでもついていきますよ。それは心強い。今後もよろしく頼みますよ。もちろんですとも。と、その時、空から剣が降ってきて地面に突き刺さりました。なんだ。そして次に降ってきたのが竹三日槌の尾の神です。しかも逆さまに突き刺さっている剣の切っ先に、なんとあぐらをかいて座っているのです。なんてすごい尻の持ち主なんだ。たたた竹三日槌。なぜ。そなたが大国主か。いかにも。一つ尋ねるが、この国は我らがアマテラス大神が治めるべきであると仰せられた。そなたはそれをどう思われるか。ああ、竹三日槌殿、まずは酒でも。ホヒ殿、黙りなさい。大国主殿。承知した。だが、私の一存では譲ることはできない。この大国主の命も、そしてこの国づくりも、天津神の力なしではなし得なかった。しかし、これから私の後を継がせようと考えている息子たちの意見も、無視するわけにはいかない。なるほど。では私が直接会って話を聞いてこよう。竹三日槌はそう言うと、空高く飛び上がり、大国主の子神である琴城主のところへと向かいました。美穂の岬で釣りをしていた琴城主でしたが、ここでも竹三日槌は剣の切っ先にあぐらをかいてみせました。なんてすごい尻の持ち主なんだ。
ゲゲゲゲバー。大国主の息子神である琴城主は、剣の切っ先にあぐらをかく竹三日槌の勢いに押されてか、仰せの通りにと言い放ち、国譲りを承諾しました。そうしたところへやってきたのが、八千穂の妻どいで結ばれた沼川姫との間に生まれた竹南方の神です。力自慢の竹南方は、千人力の力で巨大な岩石を軽々と指の先の上でもてあそびながら竹三日槌に言いました。この俺様が留守中に、何やらこそこそとこの国を奪いに来た輩がいるそうだな。この国が欲しければこの俺様と力比べをしろ。尻の丈夫な丘だよ。いいだろう。ぐるー、さあこの手を振りほどいてみろ。すると竹三日槌の腕は氷のように冷たくなったかと思えば、鋭い剣に姿を変えました。なんだこれ。次はこちらの番だ。今度はその手を竹三日槌が取り、大きな体の竹南方をいとも簡単に投げ飛ばしてしまうのでした。国を譲るか。いや、まだまだ。竹三日槌は竹南方を殴り続け、諏訪の海、現在の長野県にある諏訪湖まで追い詰めました。おい、国を譲るか。あ、分かった、俺の負けだ、国を譲る。竹南方はそう言うと、この諏訪湖に静まり、この地を出ないことを誓います。この戦いで竹南方は竹三日槌を相手に勇敢に戦った神として、現在でも多くの熱い崇敬を集めている。そうですか。ではこの国を天津神に譲りましょう。しかし一つだけ条件がある。高間ヶ原までの奥ほどの地域がそびえ立つ立派な宮殿を建て上がれよ、バカ野郎この野郎めが。宮殿を約束をしたんだ。高間ヶ原まで届くほどの地域がそびえ立つ立派な宮殿を建ててほしい。それをしてくれるなら、我が子らも兵たちも、そして民も、天照大神に従いましょう。こうして国譲りはなされ、この出雲に立派な宮殿が建てられるのでした。これまで国づくりに尽力してきた大国主の神、ここまで来るにはまさに試練の連続。そしてこの国譲りこそが最後の試練となりました。しかし大国主にはいつかこんな日が来ることが分かっていたのかもしれません。さて、それでは旅にでも出るかな。グリリリバー、いかがだったでしょうか。大国主神話は今回のお話で一応のところのクライマックスを迎えました。ちょっとこれまでね、作画もいっぱいあって配信ペースが結構開いてしまいましたが、でもね、今回ね、いろいろと改めてこの古事記とかこの日本神話をね、この調べたりとかしまして、いや、榎木自身もとても勉強になりましたし、もうね、本当に楽しくこの動画の作成ができました。いやー、日本神話って本当に面白い。今回のお話ではね、この大国主がせっかく作ってきたこの国をね、譲り渡すというね、この国譲りがね、こんな風にこの平和に行われたっていうのはね、実際のところはどうかわかりませんけれども、まあ竹南方と竹三日槌との戦いもね、この描かれていますけれども、極めて平和に国譲りがなされたということにはなっています。最初の使者が来た時もね、大国主が極めて平和的な、この抵抗を見せていますよね。たくさんもてなして取り込むというね、すごい戦略ですよ。一番最初にやってきたのが、今回は雨の呼比という神様でしたが、この神様、天照大神の子神なんですけれども、実はですね、長男の雨の押し穂耳という神様がいるんですが、この雨の押し穂耳という神がですね、実は一番最初にこの国譲りの交渉ではなくて、この国を治めるという形で降臨するはずだったんですね。けどこの雨の押し穂耳、当日になって急に行きたくないって言い出すんですね。その理由というのが、この下界はとても物騒なんじゃないかってことを言い出したんですね。それでこの雨の押し穂耳が、この安心して降臨できるように、この弟である雨の穂比がこの国譲りの交渉に派遣されていくっていうわけなんですね。長男のために弟が下見に行くという、
結果的にこの雨の保秘はこの大国主に惚れ込んで出雲に留まってしまうわけです。で、3年経っても何も連絡をしてよこさないので、次の使者として選ばれたのが雨の若彦。この神様は天照大神の息子神っていうわけではないですから、この何としても手柄を立てて出世をしたかったんですね。だけどやっぱりこの神様も出雲に留まってしまいます。しかも仕立てる姫という大国主の娘を妻にめとるんですね。恐るべし大国主ですよね。こうやってね、取り込んでいくんですね。ここでこの雨の若彦がもしかしたらこの自分がね、この大国主の後の王になれるんじゃないかってことを考え始めるんですね。まあ言ってみればこの横島な考えなんですけれどもね。それでこの雨の若彦の妻となった仕立てる姫ですけれども、母神というのがこのアマテラスとスサノオとの受け入れの中で生まれたこの宗像三女神の諸柱であるタギリ姫の御事なんですね。つまり大国主の娘であると同時にスサノオの孫です。そして仕立てる姫にはお兄ちゃんがいまして、それがアジスキタカヒコネの神。このお兄ちゃんとこのアメノワカヒコっていうのはね、とても顔が似ていまして、それでいて仲もとても良かったんですね。アメノワカヒコが天からの使いであるキジの鳴き目をこの矢で射抜いた時、高間ヶ原からのこの返し矢に当たって命を落としますよね。高見結びの神が言ったように、この横島な考えがあればこの矢は当たるだろうってことでね、この当たってしまって亡くなるわけですが、この葬儀の時にこの弔いに来ていたアジスキタカヒコネの神を見たこの両親がですね、あ、我が子が生き返ったって言ってこう泣いてすがるというお話があるんですが、親でも見間違えるほど似ていたんですね。で、この間違われたアジスキタカヒコネなんですけれども、これそんなに怒るかっていうぐらいね、もう怒りまくるんですね。祭壇から何から壊しまくって大暴れするわけです。しまいにはね、この雨の若彦の父親を蹴り飛ばしたりとかしてね、さらにはこの葬儀をしている建物、これをもやというんですが、これをねドカーンと蹴り上げましてですね、それが美濃の国、現在の岐阜県にまで飛んでいって、そこにこのもやのね、もっていう字を入れたもやまという地名がついたりするんですね。大昔というか、この神代の時代では死に触れるというのはかなりの汚れであって、死者と間違われちゃうなんてことになったら、これはね相当な怒りを受けます。そりゃもう島根県からこの岐阜県までね、もやが蹴り飛ばされてしまうわけですね。キリリリダーン。そういうわけでこの雨の若彦もこの交渉に失敗したという形になります。で、次に派遣されてくるのが高間ヶ原最強の武神と言われている竹三日槌の尾の神。古事記では雨の鳥船の神というね、船を神格した神様を従えてやってくると記されているんですが、日本書紀では仏主の神と竹三日槌の神で交渉に降りてきます。仏主の神は千葉県の香取神宮、竹三日槌の神は茨城県の鹿島神宮に祀られているというのが知られていますよね。仏主の神と竹三日槌の神といえばこの武神ですよね。結構ね、道場とかね、そういうところにこのね、名前書かれたりとかしてますよね。で、話戻しますが、ここに来てものすごく荒っぽい交渉の仕方になっていくんですね。だってこの逆さに立てた剣の上にあぐらを書いてみせるわけですから、すごいお尻でしょ。いや、かなりビビりますよね。本当に荒っぽい交渉の仕方。これまではね、この出雲は楽しいよなんて言ってこの宴を開いて、まあその楽しさの中でこう取り込んでいったりとかしてきましたが、こんな剣の先にあぐらをかいてる神様にこのなんかこの宴やりますからって言ってこうやっても絶対取り込めないわけですよね。取り込める気がしないですよ。息子神の琴城主の神もそんな姿を見せられて、まあ二つ返事で国譲りをね、承諾するわけですね。でもね、この危機にはこの時この琴城主は逆手を打ったっていう風に書かれてるんですね。逆手というのは柏手の逆になりますよね。柏手っていうのはこういうふうにやるじゃないですか。まあ、これは、敬意を見せてるっていう意味なんですね。で、逆手っていうのは、こう、反対側をこう合わすわけなんですけど、これ、やっちゃダメですよ。本当にこの敬意の逆っていう意味ですからね。この逆手を打つと、良くないことが起きるって言われてます。だからね、あれは、なんかね、この心情的には不本意であるっていうね、そういうのが伺えますよね。そして、竹見中田との交渉になるわけですね。まあ、絵の木が描いた世界観では、ちょっとね、かなりボコボコな感じになってますけれども、この時両者は、組み合って力比べをするんですが、この力比べというのが、相撲の始まりだったんだっていうふうに言われてるんですね。相撲もね、神事ですから。で、島根県から、この長野県までね、ボコボコと殴られ続けながらね、この、追い詰められていくわけですけれども、てかね、相当な距離をこう殴られながら行くわけですけれどもね、
一説ではこの竹見中田の神は巨大な蛇にね姿を変えて諏訪まで逃げていったと言われているんですね。諏訪の竹見中田の神といえば諏訪大社です。ここへまだ行ってないんでいつか行ってみたいんですよね。諏訪大社には7年に一度直径1メートル、長さ約17メートル、そして重さおよそ10トンものね、巨大なもみの木をですね、山で切り出して、この神域まで人力で運ぶというね、御柱祭という珍しいお祭りや、これまた珍しい御頭祭という、この75頭分の鹿の頭を神饌として、この捧げるという、この珍しいお祭りが、この古代から続けられているんですね。現在ではこの祭りの姿もだいぶ変わってきているようなんですが、この剥製を使ったりとかしてね、この辺の歴史なんかいつか深掘りしてみたいなと思っています。出雲の話に戻しますが、この芦原の中津国を天津神である天照大御神に譲り渡すということになるんですが、その代わりに自分のために宮殿を建ててくれということを条件に出すんですね。高間原までこの届くほどの地域がそびえ立つ立派な宮殿を建ててくれと言うんですが、これはスサノオの試練の時に大国主が出雲に戻る時にスサノオと約束をしてるんですね。立派な宮殿を建てろよってね。そして現在まで続く出雲大社というふうになるわけです。ちなみに古代には48メートルもある宮殿があったというふうに言われてるんですね。それは20年ほど前にですね、それを裏付ける巨大な柱の根元の部分が境内の地中から発見されたんです。実際にあったんですね。本当に今の建築技術であれほどの高さを誇るこの木造の建物を作るっていうのはね、難しいって言われてるんですが、当時ね、しかも古代にそれをやっているというね、どんぐらい昔なのかわからないですけれども、しかも人の力だけで、そもそもね、この48メートルもの高さがある宮殿をこの支える柱、このね、柱の木材となったこの木、これがね、存在していたということ自体がすごいですよね。だって、もう木っていうのはね、先の方に行くと細くなっていくわけですから、それよりさらに長いものでこの柱を作るわけですよね。いやー、すごいです。しかしこの国づくり、大国主はいつか天津神にこの国を譲るんだろうなってことを分かっていたのかもしれませんね。義理の兄たちである八十神にこの命を奪われた時にそれを助けてくれたのもこの天津神ですよね。増加三神の諸柱である神結びの神でした。そして三柱の宇都宮の諸柱であるスサノオノミコトの娘を妻にもらい受け、神結びの神の息子神である宿儺彦名の神と共にこの国づくりをやってきました。大国主はこの重大な局面でいつでもこの天津神にこの支えられてきていますから、それにこの角度を少し変えてみるとね、天津神はこの大国主にこの地上の整備を委託したという形になるんですよね。その対価というのがこのどこにもないような唯一無二のこの高間ヶ原まで届くほどのこの地域がそびえ立つ立派な宮殿を作らせたということなのかもしれませんね。うん、今回で日本神話って面白いシリーズの大国主神話は最終回となります。楽しんでいただけたでしょうか。こういう漫画動画ってまだちょっと不慣れなんですけれども、これからね、たまにはこういうのもやっていこうかなと考えています。絵を描くのも好きなんでね。まあでもね、一人でやるにはちょっとね、時間もかかってしまうので、まあ折を見て再開したいなと思っております。本当にね、少しでも多くの人たちにこの日本神話を知ってもらいたいんですよね。そして考えてもらいたいんです。新型コロナウイルスという猛威が世界に広まってしまったこの現在、古代にも同じようにこの疫病に苦しんできて、多くの人たちが被害に遭ってきたという歴史があります。そしてそれに打ち勝ってきたという歴史もあるんですね。我々もそれに倣って打ち勝っていきましょう。緊急事態宣言がね、先日解除されましたけれども、それはウイルスが収束して解除されたってわけじゃないですからね。まだまだ気を抜かずに気をつけて過ごしてくださいね。健康が第一ですからね。今回は長くなりましたが以上です。今回まで大国主神話を5本ぐらいシリーズでやらせていただきましたが、いつもは神社仏閣のご紹介、それから御朱印のご紹介をしております。よかったら別の動画も見てくださいね。それでは次回も元気にお会いいたしましょう。ブルルルバーン。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。 Twitter、Instagram もやっています。詳しくは説明欄をご覧ください。コメント、高評価などいただけたら励みになります。それって結構痩せ我慢してますよね。最初はね、でも割と慣れちゃうよ。